映画ドラえもんのび太の月面探査機は2019年の日本の SF コメディアニメ映画。藤子 F、藤尾の漫画ドラえもん23巻の移設クラブメンバーズバッジを原作とした映画ドラえもんシリーズ第39作目である。役は新之助が監督、辻村瑞希が脚本を務めた。月面探査機内を竹が月で謎の動く影を撮影したとニュースになる。 のびたは、ガツのウサギだと言い、みんなの笑い者になる。それを聞いたドラえもんは、移設クラブメンバーズバジで、ガツの裏は、空気があり、生き物が住んでいるという移設を唱え、のびたとどこでもドアで移設の月に行く。二人は、月のクレーターに、ウサギ王国を建設。動物粘土で、ウサギ型生物ムービットを作り、水や植物を増やす。のびたは、ジャイアン、スネを、静か、 そして転校生のルカにバッジをつけ、月の王国に行く。だがのび太が粘土で作り損ねたうさぎ怪獣が巨大化して暴れ出し、のび太はバッジを残して、行方不明になってしまう。ドラえもんたちは、月の地下でのび太を発見。ルカは、自分が、かぐや製のゴダール博士によって作られた、人工生命体エスパルであると明かす。地下は、エスパル11人が暮らすコロニーだった。 ノビトたちは、ルカたちと月面でカート遊びをするが、あるが、エーテルの力で岩石を壊したのをきっかけに、家具ヤ星群が攻めてくる。ノビトたちは命からがら地球に逃げ帰るが、ルカたち、エスパルがさらわれ、どこでもドアが破壊されてしまう。地球についてきたもぞアルカが残した、宇宙船に案内する。ルカたちを助けるため、ノビトたちは、決死の覚悟で、夜、家を抜け出し、 ドラえもんが改造した宇宙船で地球を出発。ルカヤのビットの起点で助かったルナと静かを月に残し、カグヤ星を目指す。カグヤ星に囚われたルカは、舞台隊長ゴダートが、ゴダール博士の子孫であり、カグヤ星を去る直前に、あるが告げた予言、千の時を経て、友と一緒に舞い戻らん。千のギが降り注ぎ、光の大地を取り戻さん。 お後輩したかぐや星を蘇らす希望と捉え、エスパルを探していたと知る。ドラえもんたちは、カグヤ星に到着、星を支配するディアボロのもとに乗り込む。だが、ドラえもんたちは捕まり四次元ポケットも取り上げられてしまう。ディアボロは、エスパルのエーテルで、破壊兵器を完成させようとする。突然四次元ポケットから大量のムービットたちが飛び出し、ドラえもんたちに火星する。 ノビットが発明した定説バッジを、静香が、ムービットたちにつけ、スペアポケットから送り込んだのだ。ディアボロはルナをさらい、破壊兵器となって地球を侵略しようとするが、ノビットとトルカは力を合わせて、空気砲でモゾを撃ち、ディアボロを倒す。コダートが、先祖から受け継いだ石で、カグヤ星は明るい空を取り戻す。月に帰った、ルカたちは、 移設バッチでエスパルの能力を捨て普通の人間になり、ウサギ王国で暮らすことになった。のびタたちは、地球と月が自由に行き来できる日を夢見ながら、月から飛び立つ。ドラえもんとのびタが、動物粘土でウサギを模して作った、月の裏の移設世界の住人たち。過去に、藤子 F のチーフアシスタントを務めた麦わら慎、太郎によると、麦わらが、 大長編ドラえもんに関わるようになってから物語の舞台案として月と南極は何度も上がったが途中まで話は進むものの挫折していたという南極はドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険で舞台として採用され月も本作でようやく取り上げられたこととなる本作で脚本を務めた辻村は2013年にも藤子プロから 脚本のオファーを受けていたがプレッシャーを感じ一度辞退している。しかしその後も、藤子プロ、麦わらしんだろう、映画スタッフとの交流を深めていくうちにバトンを受け取る覚悟ができたという。監督の役話は、本作のテーマの一つを、想像力の大切さとしており、移設クラブメンバーズバッジは、人間の想像力を象徴するような秘密道具、ドラえもんも、やっぱり、 のび太くんの想像力であったり、子供たちの想像力を形にしている作品なので、ドラえもんの革新に迫るテーマを描けるんじゃないかと思って取り組みましたと語っている。ドラえもん新のび太の大魔教ペコと五人の探検隊、ドラえもん新のび太の日本誕生の監督を務めた、薬はワ・之ンが初のオリジナル作品を手掛ける。過去の二作同様、キャラクターデザインを、 丸山孝一、演出を岡野慎吾が務めるが、演出には、テレビシリーズの絵コンテ、演出、キャラ設定、原画を務めてきた山口進が、新たに加わる。山口は、映画でも過去に原画として参加しているが、演出としては、初登板となる。美術はこれまでも映画に参加していた美穂がメインとなって、登板。設定を、青木香る、天田俊樹、野村正信が、 監督を高峰義人が務める。ゲスト声優は、広瀬アリス、柳木良優也、中岡宗一、高橋茂雄、吉田幸太郎、坂井愛の6人。坂井以外の5人は発表後に、同作の応援団長、応援副団長、応援団員に加入している。なお、高橋は3年連続の出演となる。坂井の出演は2019年2月18日に、 発表され、同日になんば、グランド花月で行われた舞台にも、ドラえもんと伸びたが、ゲスト出演している。音楽は、前作、ドラえもんのびたの宝島に引き続き、服部隆リ・が、起用された。前作、ドラえもんのびたの宝島に続き、映画ドラえもんのびたの月面探査機、オリジナルサウンドトラックが2019年2月27日に、発売。全40曲収録。 映画公開を記念し、オリジナルの月の生き物を募集したイラストコンテスト。最優秀賞者は映画パンフレットに応募作品と名前が掲載される。他、映画パンフレットと大長編ドラえもん1巻から24巻のセットがプレゼントされた。2018年10月26日から12月7日にかけてテレビシリーズのミニコーナーとして全7回が放送された。 タイトルは、原作短編、クイズは地球を巡るにちなんだもの。アクションクイズが出題する月に関するクイズを伸びたが、回答する。後に、動画版が、映画公式サイトと、YouTube 公式チャンネルで公開された。クイズは月を巡る終了後、2018年12月31日から2019年3月8日に、かけて放送された、ミニコーナー。全7回。 NASA の施設をロケ地に撮影した実写映像を用いており、ドラえもんとのび太に加え中岡総一、ロバート・ギブソンが出演。全コーナーに引き続き宇宙に関するクイズなどを行う。アベマ TV にて2018年12月29日から2019年1月6日に、渡り、ドラえもんのび太の恐竜から、ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険までの映画37作品が、 配信された。同時に、アベマプレミアム会員向けのビデオ配信も開始。小説映画ドラえもんのびたの月面探査機のタイトルで、2019年2月7日に46版と、ジュニア文庫版の2種類が発売。本作の脚本を手掛ける辻村瑞希が自ら、執筆する。本書発売に伴い、辻村のインタビュー動画とそのテキスト版が公開された。また、 2月6日には辻村が出演する本書の CM 動画が公開された。2019年2月15日発売の月間、コロコロコミック3月号には本書の冒頭が特別掲載された。前作同様、漫画版は一切描かれなかった。任天堂ス e n d o 用ソフト、ドラえもんのび太の月面探査機が2019年2月28日に、富流株式会社より発売。 ジャンルを月面開拓アドベンチャーとしている。2019年3月9日、藤子 F ・藤尾ミュージアム館内施設 F シアターが新作、ドラえもん &F キャラオールスターズ月面レースで大ピンチの上映を開始予定。脚本を辻村が手掛けるほか、監督をドラえもんのび太の秘密道具博物館などを手掛けた寺本幸男が務める。 映画公開を記念し、期間限定のグッズショップが開催される。東京ドーム式店、梅田ヘップ5店、横浜ランドマークプラザ店の3店舗が展開。本作の脚本を手掛けた辻村と監督を務める役話のスペシャル対談が公開。全4回。第1回は2月7日に公開された。第2回が2月22日。第3回が3月8日。 第4回が3月22日に順次公開。2月12日発売の月33月号に本作と小熊のケーキ屋さんがコラボしたクリアファイルが封入された。また、同誌には小熊のケーキ屋さん作者である仮面凸のルポ漫画、仮面凸の漫画ならず、同板外編が掲載。脚本の辻村への突撃レポートが行われており、4月号に後編が掲載。後に、 のびかの月面探査機の大ヒット記念として4月14日の23時59分までの期間限定公開が行われた。2019年3月2日から3月3日にかけ、CS テレ朝チャンネル1にて、テレビも、映画も、役は新之助監督20時間 SP のタイトルで特集が放送。役はが過去に手掛けた、テレビシリーズ及び映画作品のノンストップ放送をメインに、 ヤクワへの特別インタビューや、脚本の知事村による、のび太の月面探査機に対してのコメントが流された。また、ヤクワとキャラクターデザインの丸山孝一、テレビシリーズチーフディレクターの大杉義弘による絵描き、おろしサイン色紙のプレゼントキャンペーンが行われた。ドラえもんのび太の宇宙英雄記より、恒例となっているゲームアプリ、モンスターストライクとのコラボレーションが行われた。 3月5日より期間限定でコラボイベントを開催している。映画にちなんだゲーム画面やクエスト、ドラえもんやのび太をはじめとするキャラクターが登場する。2019年3月28日より様々な作家人からの応援トリビュートイラストとコメントを公開。ドラえもんチャンネル公式インスタグラムにアップされた。作家人は吉崎観音、浅野犬を岡野慎吾。 丸山光一、仮面凸、亀田幸道、麦わら慎太郎、京町子、佐伯義美。2019年4月1日、本作の登場キャラクターであるルカが主人公のスピンオフ作品が公開決定として、映画ドラえもんルカの地球探査機のキービジュアルとタイトルロゴが映画公式サイトに表示された。 2019年8月7日に発売された、ブルーレイディスクプレミアム版付属のブックレットに、辻村執筆による同タイトルのスピンオフ小説が掲載された。映画公開を記念して、JR 東日本横浜支社と小田急電鉄の合同でスタンプラリーを実施した、ドラえもん映画作品。ありがとうございます。